さんざんそのなんかさ、サバ缶うまいうまいって聞いたからさ、お前好きじゃないんだけど、これは。好きじゃないので、でも最近のサバ缶全然違いますよとか言って、むちゃむちゃうまいですよって言われて、よっぽどうまいんだなと思った。まあ、ね、でも念のために一番高いやつ買おうと思って。なんかカレーとかに入れると美味しいって。早く言ってやそれ。いや、一番高いやつ買ったのよ。俺さ、大僧正も大嫌いなんだよ、これ。で、俺さ、大僧正が食べたら、きっと OK だと思ってさ、もう、ボンボンに空気入れまくってさ、もうむちゃむちゃうまいらしいよ、今のサバ缶なんて。もうありえぬ味らしいよ、とか言って。で、開けて出して、器で、ちょっと食べてみようか。大僧正。あげる。で、俺食べて、してる。これですか。やっぱ苦手や。もうサバはやっぱもう塩焼き以外食べれん俺は。大掃除もそうだけど、もう塩焼きだけ食べれる。俺さ、魚の食い方がさ、もうむっちゃ汚くてさ、俺。もう俺さ、島生まれなのにさ、島生まれでなんだけど、ありえんぐらい汚いんだよね。だから俺、自分の食べ方が汚くて魚食べたくないぐらい。だから今度から誰か一緒に食べた時はもうさ、子供みたいにこう綺麗にこう身ほぐしとる。あーして、はい。もう食べさせてもらわんとあかんわ、もう。前おったさ、寺内のやつさ、もうサンマ残らないやつがあるよ。あのサンマをこれサンマとするじゃんね。普通さ、こうさ食べていくじゃん、こうやって。そいつさ、こう持って頭から俺さ、横で見てて固まったの。すごい食べ方やね。そんな骨まで食べれるのって言ったら、美味しいっすよ。あの丸干しみたいに食べはるんですか。うん。内臓も食べるんですか。物ともしない。やっぱりね、現象が出るよね。現象出る。やっぱりそのついてるその動物の種類によって、そのやっぱりその好みとかもやっぱ変わってくるんですか。そこまでちょっとまだ俺もね。研究開発してないんだけど。猫は明らかにもう、猫はもう傾向が分かる。猫はもう傾向が、やっぱ蛇と猫が多いんですか。蛇猫多いね。犬、あ、犬、犬はねちょっと違ってて、なんかあの蛇猫はもう全然縁もゆかりもないのが来るんだけど、蛇猫の例って。犬はね、絶対ではないけど、結構自分が飼ってたワンちゃんが来る。なんかやっぱり人間と同じで執着が強いんです。